イノシシ年にぴったりのイノシシ4面くるくるカードです。正方形のカードがくるくると回ります。型紙はホームページからダウンロードすることができます。コメントの URL をクリックしてください。まず仕組みをプリントアウトします。周りの黒い線の部分で切り落としてください。次にカッターの背の部分、刃のついていない方で点線の部分を軽くなぞります。点線のところは全部なぞりましょう。この部分は2箇所に分けてなぞります。次はカッターの刃の切れる部分で黒い太い線を切っていきます。これで真ん中に H 型の穴が開きました。のりと書いている部分が合うように折り目をつけます。こののりと書いてある字の部分にのりをつけたら、先ほどの折り目で折って貼り合わせます。反対側も同じようにします。次に少し開いてこの部分で折ります。持ち上げてみるとこんな形になっています。反対側も折ります。こんな形です。最後が間違いやすいです。この部分だけ飛び出すように折ります。反対側も折ると十字型になります。この十字型になったところを1、次を2、3、となるように番号を打っておきます。鉛筆で薄めに番号を書いておく方が透けなくていいです。次に4面くるくるカードの絵の枠をプリントアウトし、そこに絵を描いていきます。絵ができたら周りをカッターで切り落とします。
1枚目の絵は十字のところに貼ります。縦に切り目があるので縦開きになるように貼ります。糊を十字の部分につけたら、真ん中のところがぴったり合うように気をつけて貼り付けましょう。反対側も貼り付けます。これで1面ができました。こんな風に開いて次は2の面です。2の面は横長に切ります。そして先ほどと同じように貼ります。続いて3の面、4の面も同じように切っていきます。こう開くと今度は3の面は縦長になっていますので、ここに糊をつけて貼っていきます。4の面は今度横長です。縦横という風になります。しっかりと折り目をつけて、少しガタガタしていますが、同じように糊をつけて貼り付けます。これで出来上がりです。イノシシがいました。可愛い女の子を見つけたので、花をプレゼントして結婚しました。すると可愛いウリ坊が生まれました。ウリ坊はすくすくと育って大きなイノシシになりました。そしてまたお嫁さんを見つけに行きました、というふうにいつまでもくるくると遊ぶことができます。型紙やイラストをダウンロードして作ってみてください。